どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて、本日はね、陸特集の3回目ということで、まあ、一応のね、最後にしたいというふうに思ってますが、ホグライダー、これに関してね、見ていきたいというふうに思います。で、これまでね、ネクロマンサーと、あと、まあ、ディガーに関するね、お話をしてきて、で、まあ、それぞれね、特にディガーなんかは、ルート作りが非常にね、まあ、ホグライダーよりもシビアで重要だよなんて、いうことを言ってきました。で、まあ、ネクロマンサーはね、こう、広めの配置に適するよと。ではね、じゃあ、ホグライダーはどうなのかというところをね、本日は深掘っていきたいというふうに思っております。で、まずはね、この動画、ご覧いただければなということで、タウンホール12の動画ですね。で、本日は、全部で3つで動画見てもらいたいと思います。で、それぞれでね、伝えたいことがありますので、それを伝えていきたいのですけども、まず1個目、このね、配置に関しては、まあ、大きくね、1、2、3、4とね、区画があるようなイメージですね。で、これの、この区画っていうのを、クイヒーパートで、まあ、潰していって、あと、まあ、ボマも使うのかな。まあ、いずれにせよ潰していって、で、ぐるっとこういう風にね、ホグライダーを回すと。まあ、そんなようなね、ホグで間違えた。ホグですね、回していくと。まあ、そんなようなね、攻め方をしているんですけども、結構ね、このホグライダーって、ディガーとね、どっち使ったらいいか迷う人が多いと思うんですが、壁の外側っていうかな、こういうところですよね。こういうところの施設がどうしても残っちゃうような、場合っていうのは、ディガーを使うのはあまり好ましくないです。なんでかっていうと、ディガーってこういうね、キャンプとかね、大工とか、まあ、ポンプとか、こういうのにね、全部引っ張られちゃうんですね。で、外へというふうに言ってしまって、壁の中から、こっちにこうね、出てっちゃう、まあ、習性があるので、まとまって動かない。でも一方で、ホグライダーは、まあ、こういうところにいくら施設があっても、これ防衛施設じゃないので、ターゲットしないんですね。というところで、ホグライダーの方がディガーよりもルートが作りやすいという特徴があります。今の状態で言えば、こっちからディガーは回せても、こっちからディガーは絶対回せないですよね。でも見てもらって分かる通り、ホグならいけるんですね。ホグライダーこうやって今ね、グランドボーデンがいるあたりからな、一時方面っていうんですけども、こっちからダーッとね出てきて、で、結構まだね、たくさんここに施設が残っているのに、ちゃんとね、壁の中から出ずにこういう風に今言ってますよね。で、まあ、当然、こういうところでね、後から追いほぐっていうかね、壁の外にほぐが出ていかないように、普通の施設をね、別動体のほぐが壊すようなやり方もしてますけども、まあそういうのもね、まあ小技としてはあるものの、まあ基本的には、こういうね、タンクとかいうのはこういうの、大工とかね、この全部もう無視して、あくまで防衛施設だけを殴っていくと。なのでね、ちゃんと、かけたヒールの輪の中に、まあ、比較的しっかりこう入っていってくれて、最後までこうね、数を残したまま回しきれるというね、まあ、そういう特徴のある、ユニットになってます。まあ、なのでどうしてもね、壁の外の施設を壊せないよっていう場合には、無理にディガーを使わずにホグライダーを使うというところですね。ただし天敵がいます。まあ、要するにスケルトントラップ、アーシャークイーン、あと防衛援軍とか、こういうね、防衛施設じゃないようなユニットっていうのはホグライダー壊せないので、これがね残ってしまう場合にはホグライダー使うのは非常に危険です。ここね、よく注意しておいていただければと思います。一方でディガーはね、こういう今言ったような施設を、まあ空は無理ですけど、陸である以上は、叩き潰しながらいけるので、まあその点はね、ホグライダーと差別化ができる、ポイントになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。さて、2つ目いってみましょう。あと2個ありますんでね、どんどん見ていきたいというふうに思うんですけども、2つ目がこちらですね。ドクター J さんが攻めてくれたもの。で、これもね、わかりやすいんですよ。すごくね、この配置なんかは見やすくって、こういうとこにめちゃくちゃいっぱいこうストレージがありますよね。だけど、まあ、よくよく見てみると、防衛施設っていうのは、ここのエリアと、あとここのエリアっていう、まあ、2箇所に分かれるんですね。なので、まず丸書いたこっち側っていうのを先に、ヒーローとかね、まあ、ペッカとかで、あと、まあ、ディガーとかかな。ディガーじゃないわ。ボーラーとかで潰していきます。で、潰していた後に残ったここのゾーンっていうのをホグライダーで潰していくんですね。まあ、まず見てみましょうか。こんな形でルートをね、しっかり作っていって、
で、最後ホグライダーが回しきれるような、形を一気にね大量のホグで回していくというやり方ですね。で、結構ねこう壁にねたくさん仕切られたこういう配置になってくると、当然ネクロマンサーだときついんですね。まあこの村の場合にはクエイクなんかをね使って無理やりネクロを回すこともできるんですけども、まあ当然ながら適しているかどうかって言われると、まあ、ネクロには適してはいないかもしれないですね。やれなくはないけどって感じです。逆にホグライダーは、こういうね壁が細かくなっている、エリアで、防衛施設が結構密集なんかしてると逆にねしっかりヒールさえかけてあげればガンガン回っていくんで適してるって言えますね。こんな形でホグライダーを、9時方面からスタートしていきます。で着目したいのはこの6時ですね。ホグ使う上ではこういう方法もあります。このボマ、要するにホグライダーがこの辺に流れていくのを止めるんですね。みんなこっち行かずにこっちに行ってねっていう風な、そういうねホグライダーが外に行かないように外側の施設をカットするのに、突破兵器をこんな風にね使っていくホグライダーのパターンっていうのもあります。これもさっき言った通り、ホグライダーはそもそも防衛施設しか狙わないんで、比較的ね狭いエリアをこう走りでくれやすいんですけども、さらにそれでもね外に行ってしまうリスクっていうのをこうやって減らすことによって、まあ見てください、ヒールの輪にしっかりね入りながら進んできたホグライダーっていうのは、まあ、これだけの数をね残せるということになるんですね。まあ、非常に使いこなすと強いのが、まあ、このねホグ戦術というやつです。さてではね最後見ていきたいというふうに思います。ラストはこれですね。かなりね今回は壁が広いやつでもいけるっていうことをねちょっとお伝えしたいんですけども、これですね。まあ、正直言ってねこれは私ネクロマンサーで紹介する方が適している配置だというふうに最初申し上げておきたいんですが、これをね、まあ、クルミンさんはホグで取っていってくれてます。まあ、正直ネクロでも本当いけると思うんですが、まあ、ホグのなんていうのかな、万能性というかこういうね相手のアーチャークイーンだとかあと防衛軍、この辺りっていうのもね、ホグライダーを出す前に処理さえできてしまえば、あとはどんどんね、残った施設をホグで潰していくことができます。逆にこれらが残った状態でもホグは使えません。ね、残ってしまうようなプランしか考えられない場合にはもうホグはなるべくならね、まあ、当然こうスケルトンの呪文とかいろいろね活用しながらやる手はあるんですけども、まあ、慣れないうちは無理にやることは やんない方がいいかなと思いますね。別のねディガーとかあとは、ネクロマンサーかなが刺さないかなって考えた方がいいと思います。ただまあ、今回クルミさんみたいにね、こうやって、ちゃんと相手のアーチャークイーンとか、防衛軍処理できる場合には多少広くっても、まあ、外にこうね、ホグライダーが行かないように、外からホグを加えていきながら、こうね固めたホグライダーにヒールを打っていく、この繰り返しによってだいぶね、ホグライダーの数を残しながら終盤にまでこう回しきることができてきますね。どうでしょう、あとまだヒールを残している状態で、まあ、これだけのホグライダーが最終区画まで残っているってすごくないですかね。こんなねだだっ広い配置でもちゃんと、まあ、くどいですけどね、ここヒーローと防衛軍を処理して、まあ、広いんですけどこういうねホグのルートを作ってあげればそれでホグライダー回しきれるということですね。まあ、非常に強い戦術の一つです。でまあ、あえてねちょっとねこの攻め方のパターンで例をとってもう一つ付け加えると、ここを壊して、まあ、今こうって言いましたよね、私同じこと書きますけど、この距離感ですね、わかりますかね。入り口の方がホグこっちからこう入ってきたんで、入り口の方が出口よりもなんていうのかな、狭いんですよね。このね関係ってすごい大事です。要するに狭いところからなるべくねホグライダー入れていった方がいい。まあ、これはディガーも同じですね。広いところから入れちゃうと序盤でね、ユニットがまとまらないので、呪文が効率的にかからないとか結構ねデメリットが多いので、まあ最後付け加えるとすると、
まあ、ホグライダーもディガーもそうですけども、使える状態まで持っていって、いざ話すときには、なるべくね、入り口は狭い方が、最後、伸びがいいと思います。まあ、その辺を付け加えて、本日のね、動画を終わりにしたいと思うんですが、いかがでしょうかね。皆さん結構、ユニットをね、何使おうかって迷うこと多いと思うんですけども、まとめると、広めならネクロ、どうしても、相手のアーチャークイーンとか、防衛軍、まあ、陸の防衛軍等とかね、処理できないよっていう場合には、ディガー。ただ、まあ、ディガーの場合にはね、壁の外にあるような、防衛じゃない施設もターゲット取っちゃうんで、そこが処理できない場合にはちょっとね、やめた方がいいと思います。で、相手のアーチャークイーンや防衛軍、きっちりね、処理ができるということであれば、ホーグライダーですね。この辺を使っていくと、比較的全開が取りやすいというふうに思いますので、ぜひぜひね、一択でやるのも当然いいんですけども、ただ単にね、それだけで、すべての村が全開できるってわけでは決してないと思うんで、うまいことね、使い分けて、まあ、使い分けることによってね、ゲームの楽しさも深まると思うんで、やってみてもらえたら、いいかなというふうに思います。はい、では、3回にわたってね、陸特集ということで、やってきました。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴、どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、皆さんも、関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいです。それでは失礼いたします。バイバイ。